どうも、カーズ熊本移住チャンネルでございます。熊本の観光やグルメについて主に投稿しております。チャンネル登録グッドよろしくお願いいたします。本日お伝えする内容はこちら。地方移住したら給料は増えるの減るの？こちらは僕なりの意見をお伝えしていこうかと思います。シオンの場合は在宅なので特に給料の変動はありません。整体のお仕事っていうのはやはり人がいての商売になりますんで、まあ、大阪から熊本に移ったからってね、何かこう大阪から熊本で引き継げるわけじゃないんですよね。なんでまた一からのスタートになりました。なので純粋に開業して1年の成績をね比べていきたいと思います。端的にまず結果から言うと、売上の方は上がりました。ありがとうございます。しかもね 22% も上がりました。ありがとうございます。まあ上がったんですけど、でも僕もさすがに初めから上がるとは思って、来てるわけではありませんでした。ただまあその下がるにしもやっていけるんではないかなっていう思いではね、さすがに熊本に来てます。ただやっぱり不安もあったんで、その懸念点をまず話していこうかなと思います。大阪から熊本に行くときにここが心配だなっていう点ですね、言っていきたいと思います。まずは人口の少なさですね。僕がね大阪でやってた時は北堀江のまあいいところでねさせていただきました。大阪市のまあど真ん中みたいな感じですね。大阪市だと人口がね269万人いました。で熊本市だと74万人ですね。3分の1、まあ、4分の1前後のね人口の少なさになるところがやはりどう大丈夫かなっていうところですね。続いては大阪より熊本の方が他府県からの流入はね少ないんじゃないかなと思ってました。まあ観光もそうなんですけど、やっぱり関西ってすごいちっちゃいんですよね。奈良からもそうだし、京都、滋賀、和歌山、兵庫から、まあ、1時間ぐらいで大阪には来れるんで、まあ、その点でもやっぱり、まあ、ちょっとマッサージ行こうかなみたいな感じでフラッと来る方も減るんじゃないかなと思ってます。であとは大阪より熊本のその整体をしてる店舗の少なさもちょっと気になります。ホットペッパーで比べてみると、北堀江、天王寺、ナンバーでエリアくくられてるんです。そこで、362店舗ありました。で僕が今、エリアで、熊本で入ってるのが、まあ、下通り新市街っていう地域なんですけど、だとね19店舗しかない。何倍違うねっていう話なんですけど、こんだけ店舗少ないのしか生き残ってないのか、はたまたこんだけしかまだね店が開いてないのかっていうところで大丈夫かなっていうところで不安でした。でもう一つ、他府県民がそのお店をやって受け入れられるのかっていうね、熊本に限らず県内外からこう流入出が少ないっていうのはどうなのかなっていうところはありました。で続いて、僕もね熊本出身じゃないんで、土地勘のなさから来るそのお店を構える立地は間違えないのかどうか、ここもね心配です。であとはやっぱり大阪と熊本で収入がどうなのかっていうね、そのマッサージ行くっていうなんか文化といいますか、まあ、そこもね不安です。まあ今言ったねこの6つですかね、まあ、全部やっぱり人口とか収入ですね。でまあこれもね、まあ、先ほど収入が上がったっていうところにもつながってくるんですけど、まず結論からね、言っていきたいと思います。まあ、集客に関しては大阪と比べても4人増えました。この集客っていうのは新規の数なんで、本当毎月新しい方が来るのが単純に毎月4名実は増えました。で単価に関しては247円上がりました。まあこれはね上がったのかどうか分かんないですけど、まあねビビたるもんですけど上がりました。まあだから両方ねいい形になりました。でさすがに僕もその大阪から熊本に移るにあたって何も買えないわけじゃないんですよね。僕もね大阪で1年やって、培ってきたノウハウだったり、ここ失敗したなっていうのがあったんで、それをね説明していこうかなと思います。まずは店舗名を変えました。で大阪でやってた時はリラックスサロンまさきっていう名前でやってたんですけど、やはり僕的にはまあ整骨院で勤めてたんで、もうちょっと、治療チックにね、結構悩んでる方に来てほしかったんで、かかず美容整体院っていうところで整体院っていう名前を入れて、あしっかりこの店では体を整えてくれるんだなっていうのを意識づけ、していこうと、考えました。であとは内装ですね。大阪でやった時内装まあ本当ベッドがあってカーテンがあってっていう感じだったんですけど、熊本ではマッサージ来た癒されたいとか非日常感を味わってほしかったので、大阪の時この和装はねしてたんですけど、床は畳に変えたり壁はすだれを引いたりとちょっと和近づいたテイストでやりました。で続いてはね
価格も変えました。大阪の時なんかちょっと安すぎたかなと思ったんで、価格をところどころ上げていきました。あとは広告ですね。広告はね、大阪の時はホットペッパーとミニモが主体でやってました。まあチラシもちょっと配ったんですけど、熊本ではホットペッパーはもちろんさせていただいて、で、まあ、ミニモもさせていただいて、違う点では、Google 広告ですね。Google マップに表示したりとか、そのネット検索した時にページが出てくるように、Google にも、課金しました。まあ、チラシももちろん最初ね、2万枚ほど、配ったのはあります。集客の金額もトントンぐらいですね。であとはまあ、お客さん来てから設置したんですけど、駐車場ですね。結構車で来る方が多かったんで、その予防に応えて駐車場を設置しました。まあ、ここがまあ、変えた点かなっていう感じですね。店舗名変えて、価格変えて、広告は Google を売って、内装をいじって駐車場を置いて。ホットペッパーはね、地方とね、都会ではね、金額が1万円変わります。もしかしたらもっと変わる地域もあるかもしれないんですけど、はい、そんな感じですね。で、まあ、なんといっても集客と単価が上がったわけなんですよね。で、これはね、僕なりになんで上がったのかっていうところ考えてみました。一つ要因としては遠方から来る方が増えた。先ほども駐車場を設置したって言ったんですけど、やはり熊本っていうのはね、車社会なんですよね。だから、まあ、全員とは言わないです。だいたい15分、20分前後の範囲から来る方が多いんですけど、中にはやっぱり1時間とかかけて来る方もいます。地域で言うと玉名だったり、まあ、八代、まあ、ウッドとかから来る方もいました。まあ、あのホットペッパーのページにも書いてるんですけど、まあ、結婚して奥さんの地元に移ったっていうのが、まあ、なんか好印象というか良かったんじゃないかな個人的にね。もしかしたらその結婚してる人イコールいい人みたいなね、なんかそういうのも結構あるみたいなんで。で、もう一つがこれ結構これかなと思うのが、まあ、立地がもう最高に良かったですね。まあ、なんで立地が良かったかって言うと、バスターミナルが近くて歩いて来やすい。あとは繁華街に近いんですけど、街中にでもないっていう。はい。だから、ちょっと車でも来やすいっていうね。中に入りすぎると、ちょっとめんどくさいんですよね。多分飛べるのとか。ただ、僕んとこって、本当もう、道沿いに来て駐車して来れるっていう位置にあるんで、ちょっと買い物ついでにとか、そういうのでも出入りしやすかったのかなって思います。まあ、これがね、今言ったのが集客が多くなった要因かなと僕は考えています。で、続いて、単価が上がった要因ですね。これはね、先ほども言いましたけど、販売単価をね、上げた。まあ、それはね、販売単価が上がれば、単価上がるのはね、間違いないですよね。来てる方の平均年齢も上がりました。5歳ぐらいですかね。大阪の時って結構ね、独身の方が来たりとか、学生の方が多かったんですよね。熊本に来ると本当ね、結婚してる人めちゃめちゃ増えました。共働きでね。結構ね、熊本経営者多いのかわかんないですけど、大阪の時ってそんな経営者来なかったんですけど、熊本ね、結構来ます。あとは、まあ子供がもう大きくなって独立して、まだ仕事してる方とかが来てるのかなっていう感じですね。今ね、2年目迎えてるわけなんですけど、今のところ着地予想ですね。あとね、11月、12月って余ってるんですけど、昨期よりもまた着地はね、上がる予想になってますんで、まあ順調なのかなという感じですね。皆さん本当に来ていただいてありがとうございます。僕の生態のね、お客さんの中でもこの YouTube ね、見てるよ、頑張ってねって言ってる方もね、いるんで、ありがとうございます。YouTube も、ね、週2回投稿してるんで、正直生態の方のお店もまだまだね、余裕があるんでね、もしね、この YouTube きっかけに見られた方、よかったらね、僕のお店に、来てください。はい。観光でね、来た方とかでも、近くの、生態ちょっと行こうかなって思ったら、僕のとこね、近いです。はい。結構それでも来る方もいます。観光の方とか、出張の方とかね。はい。よかったらね、僕のお店、ご利用してください。よろしくお願いします。で、口コミの方も正直一緒ぐらいです。大阪で口コミが179件あって、4.88 っていう評価。で、熊本現在でしたら、165件の 4.82。で、Google が76件で、5という形になります。口コミはね、ほんと皆さん、たくさんありがとうございます。ほんと皆さんの口コミのおかげでまた、ね、集客が助かってます。結果で、まあ、まとめると正直、僕はね、こう、大阪から、熊本田舎の方に移ってきたわけなんですけど、収入の方も上がったし、単価も上がったし、集客も上がった形にはなったんで、まあね、万々歳やったっていう感じなんですけど、まあ本当それってね、その人次第の仕事によるかなと思います。合う仕事もあれば合わない仕事もあると思います。なんでしっかりね、十分にリサーチして後悔しないようにね、していただければなと思います。まあ、こんな感じで、熊本移住のこともね、随時
配信しておりますので、よかったらね、いいねとね、はい、チャンネル登録ですね、皆さん本当によろしくお願いします。またね、こんなこと聞きたいなとか、こんなこと投稿してほしいとかあればね、コメントで、教えていただければと思います。以上ですね、ありがとうございました。